はい、どうも、こんばんは、ガクチャンネルのガクです。だいぶねちょっと間が空いてしまったんですが、皆さんいかがね、お過ごしでしょうか。まあお盆休みがね、ありまして、まあその間皆さんもね、どこか出かけられたんじゃないかと思うんですけど、僕はまあそうですね、今回のお盆休みはあまりちょっとね、どこも、出かけてないというか、まあ近場はねちょこちょこっと、まあ家族で、会ったりはしましたけど、そんなに遠出っていうのは、してません。でアウトドアに関しても、まあ、近くでバーベキューをね、したりという感じのことはあっても、そんな遠出はしてないですね。で、アウトドア用品でね一つ、まあ今年の夏はねだいぶ暑い日が続いてて、まだねそこまでまだこう何ですか、出番がないんですけど、蚊がね、だんだんちょっとこう、寒くっていうかね、温度が下がってきたくらいにだいぶ蚊がね出てくると思うんです。まあ私奈良に住んでますけど、まあ近所でもね、だいぶちょっとなんかこう、温度が下がったのかな、夕方くらいに蚊が、飛んでたりということが、出てきましたね。でそこで一つ今回ご紹介したいのは、去年、これ別に新製品でも何でもないんですけど、去年も、ずっと欲しいなと思いながら、なんか買いそびれてしまってて、今回ね、買いましたっていうものなんですけど、何かというと、じゃん、こちら。まあ本当にね、そこまでご紹介するものなのかという感じもするんですけど、僕は結構ね、なんていうかデザイン的なものとかも気に入ったんで、なんていうか欲しいなと思ってたんですけど、カトリの、入れるなんていうかケースですね、を買いました。これなんて読むかな、イデコ、なんかそんなメーカーのやつなんですけど、まあこんな感じで、パッケージはこんな感じのパッケージですね、こんな感じね。でまあまあ、パッケージも書いてるように、まあ、デザインを重視して作ってますよということで、なんていうか、まあ、僕は、まあ、デザインもそうですけど、機能性がね、すごく、いいなと思って、買ったんですけど、中身はね、僕もちらっとしか見てないんですけど、まあ、説明書、簡単な説明書が入ってまして、物自体は、もう完全に物と説明書だけです。物はこんな感じ。デザインとしてはマンホールをデザインされてるみたいですね。マンホールを、はい、でこういう風な内容で、裏はこんな感じ、まあこう置いて使うんですけど、ここもですねロックがこうね、ちょっとこう回して外すっていうね、簡単にこう外れないようにはなってます。だからこう、こういう状態ですね。ロックがかかります。で中はまあこういう風ななんていうかコの字型のものが入ってるのと、あとこれはね買い替えで何ですか、燃えないマットっていうか、こう何ですか、繊維状のこのよくありますよね、カトリの底に敷いてるやつね、それが入ってます。これはね何ていうか消耗品なんで、また追加で、買うことができます。この布みたいなやつね、これね。で物自体はなんか重そうに感じるんですけど、すごく軽いです。そんなに重たくはないんです。物はねこれ完全陶器かな、竹パウダーメラミン樹脂って書いてますね。竹パウダーね、っていうものみたいですね。そうですね、本体と火消しパーツ、だからこのオレンジのやつかな、これが竹パウダーと、メラミン樹脂を合わせたようなもの。だからなんかちょっと材質的にも変わった感じの質感ではありますね。まあ陶器に似てます。でもそこまで重たくないっていうねやつです。で、特徴としては、まあ、カトリを実際やった方がいいと思うんですけど、まあこれがねさっき言ってた火消しパーツなんですけど。カトリって結構こう、なんですか、アウトドアとか、まあ玄関先に置いとくのでも、
まあ、なんていうんですか、出入りをね、玄関出入りする時間だけつけときたいなっていうね、そんな余分にどんどん夜中まで炊く必要がないっていう、場合が多いと思うんですけど、まあ、火をつけてね、まあ、大体の目安になるんですけど、この辺りでもいいかなっていうところに、こう火消しパーツをね、この向きでいいですね、こういうふうに置いとくと、ここで要するに火が止まるっていう感じのものになってます。こういうね、多分だからそんなあの太さがね、全然カトリよりも太いので、まあ、こういう感じになって、まあカポカポなんですよ。カポカポね、こんな感じです。だから説明書にも今ちょっと見たら書いてますけど、まあ普通に置くだけでいいみたいですね、設置の方法はね。で、まあ火がついてるとこよりも、あの本当に火がついてるとこに置いても全然消えずにそのまま行っちゃいますよっていうくらいの注意書きで、まあ別にそんなにあの注意書きはないですね。だから普通にこうポッと、あのさっきやったみたいにこう置いとくだけでいいみたいです。まああの何ですか、うまいこと消えるんでしょうねこれでね。まあちょっとまだやってないんであれですけど、まあでこの火消しパーツの方もなくならないように、あのまあ使わないときはここにこういうふうに、まあ、でもあれだな、思ってたよりはカポカポだから、あのなんていうか、まあとりあえずこれ置いとくだけかな。これでもなくしちゃいそうだですよね、これね、火消しパーツね。よ、もっとなんかここにねカチッとね、ホールドしてなんか置いとけるのかなと思ったんですけど、まあ、そういうわけでもないみたいなんで、とりあえずだからまあなくさないようにするためにはとりあえずこの中に、どっかに入れといた方がいいかもかですね。中にこうやって入れといたらもうあの落ちてこないんで、この隙間がねそんなにそこまで大きくないんで、こういう状態の方がまあいいのかなと思います。で、まああのまあ、こういう火消しパーツなるものがついてるっていう機能的なもの、プラスですね、この、その竹メラミンっていうのは僕知らなかったんですけど、このね、ケースのパーツ自体が、まあ、特殊な多分加工、その竹メラミン自体がそうなのかも分かんないんですけど、あの、こういう風なね蚊取り線香の用具ってすっごいドロドロのヤニがつきますよね、あの茶色いで、なかなか落ちない、ヤニがつきますけど、これはね簡単に、汚れを落とすことが、できるみたいです。まあ、お湯で薄めた中鎖洗剤に浸して、拭き取る、まあ、こういう感じで、ここに書いてますね、読めますかね、本体の、汚れが、ちょっと透けて見てるあれなんですけど、著しい場合は柔らかい布をお湯で薄めた中性洗剤に浸し、固く絞って拭いて、拭き取り、から拭きしてくださいと、ね、まあ、そんな感じに書いてますね。だから、まあ、簡単にこうあのお手入れができると。だから確かにね、まあ、コーティングしてる、まあ、中の方がねこれ見てわかります、ちょっとキラキラっとしてる感じの加工になってるんで、こっちの方はどっちかというとちょっとこうザラザラまではいかないけど、なんていうか質感的にはちょっと粗めの質感になってます。だからかなり拭き取りがしやすいんだと思うんですよね、こちらの方ね、を買ってみました。まあ、実際の使い勝手的なものはねちょっとまだ使ってないんでわからないんですけど、デザイン的にすごく気になってた、気に入ってたので、買ってみました、ね。はい、でこちらの方と、あと、そうですね、アウトドア用品でいうと、ライターね、ライターどこ行ったのかな、これね、これも結構き、まあ僕、タバコを吸うんでね、それもあって、なんですけど、これアウトドアライター、外製、ね、の、ライターね、これもご存知の方いてると思うんで、これもね
1000何ぼ2000までいかなかったと思うんですよ、ね。まあ、あの概要欄にこれと合わせて一応載っけときますけど、これいいのがね、あの、まあ、おい、あの、なんていうか、ガスライターなんですけど、このガスが、こういうふうな、ライター用の、ガス、これも、あの、充填することができますし、なんていうのかな、カセットコンロ用のガス、あれも充填ができます。この底のとこからね、ここから充填ができるんですけど、まあ、どっちも充填できるっていうね、これが便利だっていうのと、あと、まあ、ターボライター、ね、ターボライターになってて、この底のところで結構ね、強弱をつけるのが、見えますか？炎見えますかね？だいぶ音でわかります？ね、だからかなり、強弱がつけれるような、ターボライターになってます。だから正直ちょっとした火をつけるくらいだったらもうこれで十分かなというふうに思います。まあ本当に、こじんまりとしたキャンプとかの火をつける役割だったら、まあ、十分じゃないかなと思います。コンパクトだしね。で、ライターのその、何ですかね、まあ、この充電ね、ちゃんと全部までやってたらどうかな、そこそこ全然、だから1回キャンプ、まあ、1泊2日くらいのキャンプだったら全然も、まあ、どれだけ使うかですけど全然持ちますし、タバコ吸う用のライターとして使ってても普通に充電したらどうかな、まあ、だからもう全然1週間くらいは問題なく、全然いけますよね。はい。1週間っていうか、まあ、その、数頻度にね、よるんで、僕そこまでヘビースモーカーではないので、全然充填してたら1ヶ月とか使えちゃうんですけど、まあ、多分よく吸う人でも多分1週間くらい全然持つと思うので、はい。まあ、そんな感じです。まあ、こういうふうに頻度によりますよね。だから、悪くないです。すごくね。で、これ、曲がってるやつと、この棒状、このブシュってやったらこのまっすぐ出るやつがどっちもあったんですけど、僕はこう曲がってるやつを買いました。まあ普通に持ってこうね、なんですか、隅とかに、やるときに、まあこういう風にやるよりは、こういう風に向けてできる方が便利かなってね、感じで買いました。まあポッケに入れててもね、そんなに違和感はないですね、この曲がってるやつでも。だからこれはいいと思います。はい。ということで、まあ今日はね、まあなんとなくこう、僕が、まあ今回ね、アウトドア行って、まあ蚊が出だしたなっていうのがあって、ちょっと買ってみた、こちらの、マンホール型、マンホールデザインか、マンホールデザインの蚊取り、ね、火消し、何？火消しアイテム付き機能付きの、あと、お手入れがね、すごく簡単なマンホール型の蚊取り、ホルダーホルダーでいいのかな、外製のライターの、ご紹介でした。まあ、軽くね、ちょっと間空いてて、なかなかお盆もね、バタバタしてましてね、なかなか動画とか撮ったりする時間がなかった、編集する時間もなかったんで、でもネタ的にはね、あまり濃い内容ではないですけど、こちらの方ね、ご紹介でした。詳しい内容は、もしよかったら、概要欄の方ね、見ていただけたらと思います。ちょこちょこね、物自体ね、なんかこう、なんですか、こう、新しいものはね、買ってるんですよ。買ってるけど動画撮れてないだけなの で、あと、ちょっと商品のレビューオファーなんかもね、本当にありがたい話なんですけど、いただいた案件とかもあるので、ちょっと頑張ってね、また動画の方撮っていきたいなと思ってます。特にレビュー案件の方は、まあ、ジンバルなんですけどね、まだ、日本でということでいいのかな、発売をしてないものを、ちょっとね、いただけたので、これはね、頑張ってレビューしたいなと思ってるんですけど、まあ、なかなか機能がね、ちょっと
多かったり、まあ、部品点数とかも多かったりしてね、なかなかちょっと撮影が進んでないんですけど、それもね、しっかりちょっとご紹介できたらなと思ってます。まあ、こんなんは自腹で買ってますからね、僕が興味あってね。はい、ということで、今日はこちらのご紹介でした。またね、いろいろやっていきますので、よろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。